こんばんは、こんばんはなのぜ。ごきげんよう、シャンハイ。さて今回は、セウォル号事件に関するまとめよ、王だぜ。まずは、裁判所のこの発言からね。国民全体が、集団的なうつ病を体験し、外信を通じて、全世界にセウォル号事故の姿が報道され、大韓民国の骨格は失墜した。失墜するような骨格があるのか、という疑問は、この際置いとくわ。さて、セウォル号は、1994年に竣工し、鹿児島から那覇の航路で就航してた船よ。それが2012年に引退し、韓国に売られた船です。ちなみにセウォル号を漢字で書くと、世界を超越する、という意味で、画面のように書くわ。ところがこのセウォル号は、そのまま就航せず、改悪が行われるわ。画像にあるのが外から見た、改悪部分ね。これだけでもダメだろ。客席増やしてるのに、救命ボートを減らすとか、ありえんのぜ。だから改悪だと言ってるじゃない？そして船は、重心を中央に来るように、バラスト水で調整してるのよね。重心を調整してるから、傾いても戻るようにしてるのね。それが復元力というわ。ところが彼らは、荷物を仮設載して、それがバレないように、バラスト水を減らして運航していたの。そりゃ事故起こすよな。それだけではないわ。彼らは、積み込んだ荷物を、固定するという知恵すらなかったのよ。とにかく、こうして事故は、起こるべくして起こった、ただの人災よ。ああ、だから事故と言わず、事件と言ってるんだな。そうして復元力が低い状態なのに、韓国の規定ではギリギリでも、就航が可能となったわ。言うまでもないでしょうが、彼らは、復元力が低いのは、日本のせいだと言ってるわ。本当に何でも、他人のせいなんだな。そうよ、では、流れを、説明していくわね。まずセウォル号は、仁川からチェジュ島に向け、6時半出航予定が、濃霧のため、帝国より約2時間遅れで出航。修学旅行中の高校生325人と、引率教師14人と、一般客108人、さらに乗務員29名の計476名が、乗ってることになってるけど、実際は、無賃乗船というか、密航者が多くいて正確には、何人が乗っていたのか、それは神のみぞ知るせか、じゃ泣くことになるわ。最初から飛ばすな。翌16日8時49分、なぜか突然の急旋回して傾くわ。これにより復元力のない船は、45度に傾き、固定してなかった荷物も、下側に転がり完全に横倒しになるわ。8時52分には、約90度に傾いた、船内に浸水が始まるわ。そんな中で乗員ではなく、修学旅行中の高校生の携帯から、事故通報が行われるわ。消防が受けた通報は、海洋警察に転送されたのが、8時54分のことよ。乗客の通報の3分遅れで、セウォル号が救援信号を、チェジュ島に向け発信。事故発生から8分後、ようやく海洋警察は、状況確認を始めるわ。ここでセウォル号と海洋警察の、交信が行われ事故状況並びに、位置の確認が行われているわ。海上交通管制センターは乗客に、救命胴衣を着させ避難に備えるように指示。この時船内では、救命胴衣をつけ床に座って、救援を待つようにという放送が、約50分にわたって、流れていたと生存者の証言にあるわ。船長をはじめとする乗員15人が、乗客を放置して逃げたのが、このタイミングのようなのぜ。しかも先に逃げないと乗客を優先されるからというのが、逃げた理由らしく、救助された時にも、私は一般客だ、と言ってるわ。さて、そんな中、海洋センターから、乗客に対し、海に飛び降りるように指示が出るわ。11時24分には海軍の海難救助部隊などの潜水要員が、動員されるも、海洋警察の妨害に遭い潜水作業を断念。翌日には民間のダイバーが、救難活動を開始するも、風と強い波にさらわれ、行方不明となり、近辺で釣りをしていた、船に発見され現場は混乱。そもそも民間ダイバーは、無資格の素人であったのもだけど、こんな場所で釣りなんかしてるのが、いかにも韓国よね。だな、時と場所をわきまえないとこが、いかにも韓国だな。翌18日には、クレーン船の投入が、決定されるものの、どこの団体が料金を払うかで揉め、出航が遅れるわ。ようやくクレーン船が到着するも、船内のエアポケットが、なくなる可能性が考慮され、作業は見合わせるわ。そりゃ船内から空気なくなったら、
せっかくの生存者も助からなくなるもんな。そうしてもたもたしてる間に、セウォル号は、完全に水没。水没までに約50時間も、あったにもかかわらず、ほとんど救助できなかったわ。そうしているうちに、事故から1週間経った23日に、ようやく修学旅行生が、多数いると目されていた、3階の食堂に侵入成功するも、生存者は発見できず、確認された死亡者は、150名を超えたわ。さらに3日後には、逃げ出した船長を含む、15人が逮捕され、後に主要の4人が殺人罪で起訴され、セウォル号を所有する会社の、代表者も拘束。上海。さらに事故から45日が過ぎた、5月30日に、捜索範囲を広げるために、船尾の部分の切断を開始、ところがこの作業に当たっていた、民間ダイバーが事故により、死亡したわ。さらに1週間経った6月5日には、沈没現場から約40キロ離れた場所で、遺体を発見。指紋照合により船外に流出した、遺体であることが確認されたのぜ。その後も潜水による、捜索を続けるも、事故から半年以上経った、11月11日、韓国政府は、潜水による捜索を終了すると発表。この時点で死者295名、行方不明者9名となり、韓国最大の海洋事故と、記録されることとなったわ。上海。そうして約3年経った、2017年3月22日、船体の引き上げ作業が開始。2日後の24日に、引き上げ完了。5月20日には船内の捜索の、1回目が終わり、正式な記録では、死亡者299名、行方不明、5名、となったわ。と、ここまでが大まかな、事故の経過になるわ。ここまでの話でも、韓国らしい事故であり、救出劇であったと思うわ。でも、この事件に関する話は、今からする話が本番よ。はい。そうね。とはいえ何から話しましょうか。まずは、セウォル号は日本では、老朽化のために廃船予定の船でしたが、韓国が展示のためと偽り買ったものよ。公園に展示するという目的だったので、日本側は、鉄くずとして、ほぼ原価で売却したものよ。それを解約した上に、積載限界の3倍もの化積載して、運航しておきながら、日本が粗悪な船を売ったせいにだ、って言ってるんだろ。そうよ、事故の際に日本が悪いから、製造会社の責任者を韓国に、引き渡せと言ってきてるわ。と言っても日本政府は、外交筋から設計図だけ渡したわ。日本政府グッジョブよね。さて、事故が起きて最初に、韓国に支援を申し出た国は、当然、日本よ。ところが韓国は支援を断ったわ。しかも救援を送ってきた、アメリカ軍も追い返し、自国だけで救助を行うとの話だったわ。それについて韓国のマスコミは、日本は隣の国なのに支援すらしない、情のない国、と報道。ところが日本の支援を断ったことが、発覚すると韓国政府は、日本の支援要請は、竹島を奪おうという政治的意図が、見えすいていたので断った、だそうよ。アホか。支援しますよ、という言葉の、どこを聞けば政治的意図があるんだ。まだまだ序の口よ、ここで怒ってたら体が持たないわよ。そうよ、では、実際には、なんで韓国は支援を断ったのか、その理由は、海洋警察、にあるわ。この事故を海洋警察は、民間のダイバー会社に、専門で当たらせる契約をしてるの。そして、この会社とは、海洋警察の天下り先なのよ。呆れた話だな。こんな人の命がかかった場面で、利権かよ。だって韓国だもの。上海。そして有名な空白の7時間目。事故から約2時間後に、公務時間であるにもかかわらず、行方不明なパククネ大統領、ようやく姿を見せるまで、一体何をしていたのか。一番有力な説だと、ウプ主が考えているのは、美容整形ね。まあウプ主だけでなく、有力な説だと考えられているわね。そんな彼女は、ようやく姿を見せたとき、救命胴衣をつけてるのに発見難しいんですか。などと、船内に乗客が取り残されてるという、状況すら把握していなかったわ。そうして被害者家族が詰めかけてる、体育館に登場したところ、避難が殺到。ところが、被害者と DNA 鑑定すると言った途端、詰めかけていた被害者家族は半数以上が姿を消したわ。そこでも嘘なのかよ。さらにクレーン船が現場に到着し、その作業予定を被害者家族に、説明したところずさんで、生存者がいるかもしれないのに、空気だまりがなくなるような、計画に猛反発。
それを受けパククネは被害者家族の全員が納得するまで引き上げは行わないと発言。これによりクレーン船は無用の長物と化すわ。韓国政府は本当に助ける気があったのか。あったとは思うわよ。ただ正直言えば韓国政府の怠慢と海洋警察の傲慢、あとセウォル号を所有してる会社の強欲、それらが重なった殺人事件でしかないわね。次はマスコミね。先ほど言った日本の支援に関する報道もそうだけど、事故当日には高校生は全員救出したと捏造報道し、政府を混乱させたわ。と言っても政府も事故当日に作業員555人と救助ヘリ121機を投入し万全の体制をとっていると発表。だけどうそ、船内に残る生存者のために酸素を注入したと発表するも嘘。実際に酸素注入機が到着したのは発表の翌日だったそうだぜ。注入機が到着するも一酸化炭素混じりの高揚用汚染空気を注入。さらに事故当日にダイバーによる救助開始という発表するも嘘。実際には3日後からダイバーによる救助始めたのぜ。さらに夜間でも救助できるように照明弾を打ち上げたら山に落ちて山火事が発生。事故翌日に生存者のメッセージを公開したのだけど、生存者のふりした人の偽物が横行。被害者家族の元にダイバーを名乗り1億ウォンを出せば救出してやるとの詐欺が発生。韓国人モデルが面白い遊びと称した画面の写真を SNS に投稿し炎上。遺族が生還者に対し謝罪を要求するという事件が発生し、生存者がいる病院に爆破予告が届く。死亡者名簿の前で政府高官が記念撮影しようとして更迭されるわ。何回かりより呆れてきたのぜ。まあまあ、この後は被害者遺族に関する話になるからもっと呆れる話になっていくわよ。まずセウォル号の企画で被害者になりすますためにどこかから調達してきた遺体を海に沈めるという正気を疑うような事件が起きたり、遺族代表のような顔して活動してた人が選挙で票を稼ぐ目的の事故に無関係な政治家だったことが発覚したり、これは遺族の話というには微妙ですけれど、この事故当時に開催された AFC チャンピオンリーグの中国対韓国戦にて、韓国は中国のサポーターに事故を考慮して応援の自粛を要請。応じる筋合いのない中国は当然応援をし、韓国では中国は人の心がない国だと報道し炎上。いや、もう何言っていいのかもわからんのぜ。そうでしょうね、ふふふ。さて遺族が集まった体育館だけど、災害の被災地でもあるまいし、大量の救援物資が届き、大量のボランティアが到着。これにより交通が乱れたわけでも、住む家を追われたわけでもないのに、仮設住宅が作られ、遺族用に仮設の露店が出来上がり、なぜかたくさん送られてきた、お酒や食料目当てで、事故に関係のない人が、たくさん集まり、せっかく来たのに、何もしないボランティアなどが、ただ酒にただ飯を食らい、現地は、まるで、お祭りのような様相を呈してきたわ。その上、事故から2日後の4月18日に、修学旅行は日程残しだとして、修学旅行の廃止を求める署名活動をして、3日後の21日には、全面廃止が決まったわ。上海。これで大体なとこは紹介できたかしらね。もうこの国はダメだ。うわ、びっくりしたのぜ。異例の曲を作るして、良い曲と思うしたのに、日本の曲のパクリだったにだ。でも使用したことから、日本と揉めて、最後は著作権を寄付するにだとか言ってたわよね。それをしたのは売りじゃないから知らないにだ。我ら遺族に対する医療支援もたった1年しかなかったにだ。でも糖尿病や高血圧まで事故のせいだというのは言い過ぎじゃないかしら。知らん、事故のせいで悪化したにだ。韓国政府は無責任にだ。売りらの子供は卑劣な日本に対する素晴らしい子だったにだ。死ぬ必要なかった、大事な子だったにだ。韓国内でも有名な、強烈な反日教育する、学校の生徒って言っても、若くして亡くなるのは、気の毒だと思うのぜ。でもなやりすぎだろ。生還した生徒や、悲しい思いをするした、同じ学校や系列の学校の生徒にも、大学への無受験進学を、要求するしたのに、被害者と、同学年の生徒にしか認めなかったにだ。そもそも当事者の生徒なら、まだ話はわかるけど、なんで同じ学校ってだけで、優遇しなきゃなんないのよ。売りらは被害者にだ、辛いにだ、それがわからないから、
ちょっぱりは情がない2だ。引率した教師にも、1年しか有給を認めない2だ。セオル号三次家族、対策委員会、の夕食会でも帰りに呼ぶした、運転代行も生意気だった2だ。ウリラが世界的三次の、セオル号の遺族と、知らなかった2だ。だからウリラは、ウリラを、誰だと思ってる、言って、体に教えてやった2だ。暴行する方が悪いでしょ、どう見ても。知らん、知らん、ウリラは被害者なんだ2だ、傷ついたんだ2だ。この国家的三次を風化、させるため2だ。だから仮設住宅や体育館から、離れない2だ。断髪するしたり、断食するして、でもして風化させない2だ。そんなんだから、韓国の国民からも、見はなされるのぜ。もうこの国はダメだ。なんだかな。なんだぜ。遺族による暴行は他にもあるし、同情できないわね。遺族の一人が公務員に、暴行し起訴されたものだけど、この事件は暴行したことより、裁判の結果が話題になったわね。懲役4ヶ月で執行猶予2年、という判決なんだけど、裁判所の発言がいかにも韓国よ。被告人は、ただ一人の子を失い、言葉では言い表せない痛みを経験しており、国や社会全体が、事故の発生経緯、及び収集過程において見せた、振る舞いに大きな失望と不信を覚え、結局犯行に及ぶことになった。そんなことまで事故のせいかよ。それじゃ同情できなくなるよな。当たり前よ。他にも同じような痛みを抱えてる人はいっぱいいるのよ。自分が傷ついたからって他人を傷つけてもいいなんて子供の発想よ。上海。それ以外にも引き上げたセオル号の船体を切断して遺体や遺物の捜索を予定していたら遺族が猛反発。事故原因の究明ができなくなるというのはまだわかるのだけど、大法院、いわゆる日本でいうところの最高裁の判断に背く行為だと言ってでも起こしたわ。亡くなった高校生の慰謝料は、平均で日本円にして約4600万、引率教師には約8200万。これらは、セオル号を、所持してる会社に賠償能力が、ないとして、韓国政府が保証し、国民から不満の声が続出。さらに死者の数で、賭博も行われたり、沈没には韓国軍が関わってるという、噂があって遺族は、保証と真相究明のためのデモで断髪。さらに遺族は訪日して、日本航空の安全啓発センターを、訪れ事故の悲惨さを訴えるという、意味不明な行動もしてるわ。上海。このように被害者認定された、遺族たちは、大学への特例入学や、他の事故とは比べ物にならない、保証を受け、さらには、医療支援やら、義援金やせっかく来た、ボランティアを王様のように、こき使い、家があるのに、占拠した避難所で、カラオケを楽しんだり、送られてきた食料やお酒を飲んで、医療支援を受け、避難所までの道に、慰霊のためと称した、キャンドルを灯し、ギネス記録に挑戦など、本当に好き放題してるわ。上海。こうして被害者認定で、序列が上がったのに、調子に乗って過剰な要求を繰り返し、韓国内でも批判や疑問の声が上がり、これ以上の保証は、必要ない、という声が高まり、それに不満な遺族は、さらにデモや政府だけでなく、無関係な組織への抗議活動、韓国のネットで、こいつらセオル号で、一生食っていくつもりにだ、などと言われるほどになってるわ。呆れ果てたのぜ。まともな人はいないのか。もちろん、いるわよ。大体のとこは紹介したし、最後は、まともな人を、紹介して終わりましょう。まずは、最初に事故通報をした、高校生、ジェ・ドクハ、くん。彼は通報した後に、家族に連絡もしないで、他の乗客を助けていたことが、目撃されてるわ。家族は、家族の元へ電話せず、先に通報をし天国に旅立った息子が、誇らしい。でも、本当に会いたい、と言ってるわ。同じく高校生の、ジョン、チャンウン、くん。彼は友人を助けようとして、犠牲になったわ。助かった教師の元に、脅迫状や中傷が殺到し、自ら命を絶った人もいるけど、事故現場で生徒を助けていて、犠牲になった人もいるわ。ナム、ユンチョル、さんと、チェ、ヘジュン、さん。真っ先に逃げた船長をはじめ、乗務員が悪いと言われているけれど、最後まで救助に専念して、帰らぬ人となった、ペク、ジヨン、さん。同じく乗務員で、事務長の、ヤン、テホン、さんは、妻に電話し、通帳に少しお金があるから、長男の学費に使え、私は子供たちを、助けに行かなければ、ならない、と伝え、船内食堂から2人を救出し、さらに他の乗客を救うため、船内に取って返し、体
入らぬ人となったわ。ちゃんとした人も、いるんだな。もちろんよ、彼らの冥福を祈りましょう。さて、韓国というのは、李氏朝鮮時代に儒教を、国教とした国で、未だに強く影響があります。儒教は、どこまで行っても、道徳、や、哲学、に過ぎないわ。にもかかわらず李氏朝鮮では、国教、要するに、宗教として扱っていたのよ。しかもそれが500年以上続いたの。当然、考え方の基本にすり込まれているわ。その上、儒教の史学には、力二元論、というものがあり、詳しく説明できるほど、知識ありませんが、簡単に言って、一つの物事には、道理が一つだけであり、朝鮮人は、その唯一正しい、道理を選択していると考え、常に正しい自分に配慮し、相手が折れるべきと考えるの。昔は、それこそ徹底的な、上下社会だったので、序列が上の者に、配慮し折れていたのを、現在は、実態は序列社会のままでも、表向きは、平等だとしているので、互いの正しさがぶつかった時に、殺人に発展したりするの。そんな中で社会的に、被害者と認定されると、自分の正しさと矛盾もなく、衝突もしないため、序列が上がるという、現象が起きるのよ。さて、過去最長の動画になって、しまいましたが、大まかな事柄は紹介できたと、思います。それに事件の遺族が、ただの被害者から、特権を手にして、モンスター化していくことも、紹介できたと思うわ。はいはい。本当ならこの事件に関する、産経支局長の話や、船体の引き上げに関する、ごたごたなど紹介したいことは、まだまだありますが、今回は遺族に関する話が、本題でしたので、それは、また別の機会に。それでは、皆様、最後まで。ご視聴、ありがとうございます。ありがとうなのぜ。ありがとうございます。はいはい。では、またねー。またなのぜ。またね。はいはい。